て今日のコモパーク宮城は岸とそれから菊池雄星で始まりました。まず岸の立ち上がりですけれども、1番の秋山、これ初球を捉えてレフトへのヒット、そして源田はこの絶妙なバント切れませんで、バントヒットになりました。ノーアウトランナー2塁1塁で3番の森は初球のカーブ、これをライトへタイムリー。ライオンズが岸の立ち上がりわずか3球で1点を先制しました。そのライオンズ先発菊池です。その菊池からワンアウトランナー1塁で今日3番スタメンの中川、中川は初球のまっすぐ、これを捉えてレフトオーバー。この当たりで1塁ランナーの銀次がホームに帰ってきました。1回の裏同点に追いつきましたイーグルスです。さあ3回の岸のピッチングをご覧いただきます。今日は立ち上がり初回にわずか3球で1点を失った岸でしたけれども、2回を3人で終えて、そしてこの3回ライオンズは1番から始まった攻撃、秋山をセンターフライ、そして源田をセカンドゴロに打ち取って今日最初のバッターボックスでタイムリーを打たれている森、これをファーストフライ、この回も3人で終えました。さあ今度はライオンズ先発菊池の3回のピッチングです。菊池の方も初回に1点を打たれました、取られましたけれども、2回そしてこの3回ゼロで終えました。菊池も2回3回と、三者凡退、2イニング続けました。4回です。ライオンズの方はワンアウトランナー2塁、中村のこの当たりでセカンドランナーの山川飛び出してしまいました。戻れずダブルプレー。そして5回は2アウトランナー2塁、ここも岸の方が得点圏にランナーを背負いましたけれどもゼロで終えました。1対1ゲームは5回の裏イーグルスですけれども、この回ワンアウト満塁のチャンス、そして2番の銀次、しかしここはショートゴロのダブルプレー、大きなチャンスを逃しました。6回です。岸の方は2アウトランナー2塁、ここで浅村を迎えます。浅村はカーブをセンターに、これがタイムリーになりましてライオンズ1点勝ち越し、2対1とします。リードをもらった菊池7回です。この回先頭のアマダーから9個目、そして、代打島内、この島内から今日10個目、これでシーズンの奪三振200に乗せると、その後足立を空振り三振、終盤素晴らしいピッチングを展開しました。さあそして岸ですけれども、8回2アウトランナー2塁で先ほどタイムリーを打たれている浅村を迎えましたけれども、ここは浅村をレフトフライ。結局岸は今日は8回126球2失点でマウンドを降りました。そしてライオンズ、この回から抑えの増田がマウンドに上がりました。ワンアウトからツーベースヒットが出ました、しかしツーアウトになって最後のバッター島内がファーストゴロでゲームセット、2対1ライオンズが勝利、これで菊池は15勝目をマークという今日のゲームになりました。